こんにちは。アマずシサポーター、堀秀夫です、えー。今回、サポートのモニタープランというのをスタートしまして、まあ、月収30万目指した半年間サポートするということなんですけど、まあ、何をやっていくか。まあ、何をやってくかって講座作った後はもう商品探しなんですけどね。えー、それをまあ、まあ、具体的に、まあ、具体的に言ってもらつきあるんで、まあ、ただイメージ的なもんがね、立てにくいとあれだと思うんで、数字をまず入れました。 で、6ヶ月のサポートプラン。一つ組目でアカウント開設、で、第1回目の品をします。で、すでに、えー、モニタープランで申し込んでる会員さんは、えー、まず、今、どこまで終わってるか、アカウント開設終わってるのか、もうすでに商品を販売してるのか、えー、今、何か問題はないか、それを報告してください。まあ、それに応じてね、え売り上げ、あ、売り上げ立ってる人は売り上げのキャプチャーをください。 で、それに応じて、えー、何かインタビュー、あるいは質問、えー、やり取りします。え次のね、指示とかしますんで、現状をまず、えー、月末までに報告してください。で、まあ、モニタープランの中身なんですけど、まあ、1ヶ月目はアカウント解説。それから、えー、第1回目の FBA 納品を済ます。というのがね、えー、一応モデルプラン。で、2ヶ月目。 え、これはまあ30個売れて900ドル。まあ、いきなりこの30個売れて900ドルっていうのはね、ちょっと、え、ここが多めにしちゃったかなと言うんですけど、まあ一応ね、え、まあそれを目標で、たとえ、ここで追いついてなくても、商品、売れる商品が見つかって、売り上げ立てば、ね、あとはそれを芋づる式に、え、数を増やしていくというだけなんで、まあ特段、 多かろうが少なかろうが、まあ問題はないんでね、モデルプランということでまず、えー、見てください。まあこれに届いてないから全然ダメだということも全然ないです。で、何しろ、えー、商品探しを習慣づけるというのがね、えー、この1ヶ月目、2ヶ月目の目標です。まあどこ行って写真撮ってきてそれを比べてください。まあそれをね、使える時間によって、まあ人によっては1日ね、最低10個、あるいはね、人によってはまあ100個比べましょうとかいう形でいきます。 100個、10個じゃなくてね、もう時間がないときは、3個でも1個でもいいと。何しろね、1日何も商品探しをしないということをなくすというのが非常に重要です。で、2ヶ月目は、まあね、30個売れて、で、2回目の納品で40個で1200ドル行くというのがね、理想的なモデルプラン。で、3ヶ月目で1500ドル、30個、50個。これどういうことかというと、約、 売れた商品の中から関連商品を見つけて納品してきますんで、本当は増え方がもうちょっと多くなることが多いんですけどね。えー、まあ3割増えていくという計算で、えー、どんどん増やしていく。で、えー、月2回、まあ、納品。で、月2回報告という形でですね、こういうふうにどん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 商品を入れていきます。で、6ヶ月目で、まあ、 はじめ見つかったのがね、どんどん見つけるのをやめずに芋づる式に行けば本当にここまで増えてきます。で、7ヶ月目、6ヶ月終わって7ヶ月目で12000ドル、30ドルのが400売れたら12000ドルという形になると、まあ、この時点でね、利益率30パと3600ドル利益、約30枚の利益になるという形です。 で、実際にそう、スキルうんぬんっていうか、これ100個を超えたぐらいの時点でね、あとは商品探しを怠らなければ売り上げは、え、どんどん増えていくんで、まあ6ヶ月というか、まあスキルはもうこの辺ですでについてると。ただね、えー、運営、Amazon の運営方針が変わるとか、えー、扱っちゃまずい商品が増えるとか、あ、狙い目の商品が出てきたとか、ジャンルが出てきたとか、いうね、え、サポート内容を、えー、 やっぱりフィードバックしてサポートを続けて受けていただかないと減速することが多いということはありますけど、基本的にはもうスキルはもうこの辺でね、遅い人でもまあ4ヶ月目、で、早い人だと2、3ヶ月でえスキル目についてどんどん商品増えていく人もいます。まただね、一応、モニタープラン、 ね、仕入れ資金20万だけでえどんどん消費を増やしていくっていう形なので、この増え方はもっと遅いかもしれないですけど。まあ実際問題いい商品たくさん見つかったんで、新資金増やしちゃおうって言えば、まあもっと売上増えるのは早いという形です。で、これをね。こうやって本当にまさにこの机上の計算点ですけど、計算しただけじゃ。 まあ、いまいち実感湧かないんで、だからこそ、えー、モニタープランを今回応募してね、え、モニターの人たちにこのリアルタイムで増えていく方、増えていく方ね、はじめのプランもう全然これ売り上げ立つイメージ、そんなん稼げるイメージが湧きませんみたいな感じでやってたのがね、半年間終わった時には無事稼げるという風になるのが、えー、モニターの役割なんで、まあ全然、あのー、今の段階だとイメージ湧かなくても問題ないです。ただ作業を、言った作業を続けていってもらえば問題ないです。で、実際問題。 オフタマゾンどれぐらい増えてるかっていうのは、これ募集ページでも使ってるえ記事なんですけど、例えば6月25日に43個で828ドルだった会員さんが、9月ね、161個で3974ドルになってると。このペースで行くと、12月には、例えば、さっき見たけどどんどん増やしてくってじゃなくてね、もうこの4000ドル、5000ドルになってくると、ホリデーシーズン、単純に、 売り上げがね、売れ行きが良くなるんで、えー、同じ商品構成でも数だけ入れるときはね、売り上げが倍、3倍になることが、えー、アメリカで起こりました。で、これは、アメリカで起こったことは同じアマゾンなんでね。で、市場的には、オーストラリアの方がいいわけですから、アメリカで起こった以上のことがオーストラリアで起こる可能性が高いということなんでね。まあもう、商品探しの、えー、コツさえ掴んでしまえば、遅かろうが早かろうが、ね、30万稼げるようにはなります。 で、例えば、まあ、他の会社だと、6月25日51個で915ドルの売り上げだったのが、えー、8月で106個2283ドル、ね。2ヶ月で売り上げ2倍、えー、なってます。で、それがさらに、ね、11月、ここから3ヶ月ほど経った時には、196個販売で5247ドルになってると。 で、この11月でね、5247ドルってことは、まあ12月の時点だとこれ1万ドルを超える可能性が非常に高いというような売り上げ構成になります。それなぜそういう、そう言い切れるかというと、これね、現にもアメリカでも起こったことです。えー、アメリカで11733ドルの売り上げ、これが11月25日の時点で経ってますけど、10月の17日、ね、え、1ヶ月と1週間前には7663ドルだったと。 10月17日だと、1日の売上げだとね、145ドル。1ヶ月男性63ドルだったのが、えー、売上が11月20日から急激に伸びて、1日で879ドル。1ヶ月で11,733ドルになったと。ね。この会社初の1万ドル超えたてるこうやって達成してます。1日の売上げ145ドルが879ドルってね、1日の売り上げで言ったら6倍以上になってるわけです。で、オーストラリアアマゾンのシステムと、 オーストラリアの輸送キャパが充実すれば、まあしばらくの間はホリデーシーズンが続くようなものが、もの、毎日がブラックフライデーになることが期待できます。ですんでね、まあそんなに焦んなくてもモニターで言った通りね、ね、えー、まあ私がフィードバックを受けながらじゃあこういうとこ行ってこれやってくださいというのを続けていけば、まあ売り上げが増えてきますんでね。で、 日本にある商品は本当安いんで、オーストラリア持ってって売れ,売ればね、あの3倍で売れる商品とかってもうゴロゴロしてますからね、そんな心配することないです。で、まあ、そうだね、あんま心配することないねって言って、やってる会員さんなんかは、まあ、このね、30日で3万4000ドル、これアメリカですけどね、アメリカやってる会員さんはまあ、まだオーストラリア、私はオーストラリアいいよって言ったのにね、アメリカで十分稼げてたから新しいことをやる。 気になりませんなんてやってるんですけど、まあそれでもこの3万ドル、2000ドル、2万ドルって売り上げ上,上がってます。やってることはこのオーストラリアでこれからやりましょうって言ってることと全く一緒、えー、売れる商品を探してその商品を譲る時期に、えー、広げて、え増やしていくという形です。あの、 今までやったことがないわけじゃなくてね、もう、あの、何百人もの人に同じことを教えて、で、えー、それぞれ、え、皆さん売り上げ立てて、独立する方は独立してという形で、え、実践して、成果が出てる方法ですから、まあ、安心してというかね、何しのモニタープランの方はリスクないわけですし、まあ逆にモニタープランのね、えー、その、え、やってることを、えー、他のサポートさんの、サポート会員さんの参考にもなりますし、まあ、募集広告なんかで使わせてもらうんでね、 ま、初の、ね、時系列が分かる、詳細な指示と、フィードバックの分かる、インタビュー付きのこのモニタープラン、えモニタープランでない会員さんの、えサポートの役にも立つと思いますんで、ま、今後もぼちぼち、これ入れてきますんでね、えそのモニター進捗具合、ま、自分も、え頑張って進めてこう、商品増やしていこうという形でね、えぇ、アマゾン室に取り組んでいただければと思います。また、感想とかね、え質問とか疑問、報告がありましたら、 え、チャットワークの方にアップしてください。モニタープランでない方も、売上げのキャプチャーとか頂けると大変嬉しいですしね。あの、売上げのキャプチャーと今どう思ってる、何やってるっていうのを報告してもらうのが、まあ一番サポートの目安になりやすいんで、え積極的にどんどんご報告してください。以上、甘ずいスサポーター、堀秀夫でした。